んにちは、藤原産業のいつもの僕です。いつもの彼です。今日は急遽動画回します。はい、そうですね、はい、今こちら情報サービスセンターの方に来たばっかりなんですけれど、はい、菜園の様子をちょっと見ようかなと思ったところ、見てください。もう何か荒らされてる感じで、長芋の部分、こういうふうに園芸事業部が何か作業しているようです。そのため急遽動画を撮っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。状況を確認していきます。はい、行っていきましょう。今状況はどんな感じでしょうか。ちょっとね、だいぶ手こずってますね。今は出てこないですか。そうです、ちょっと1個だけね、掘って確かめようと思ったら、はい、その1個が相当苦戦しちゃって。奥の方に入ってるって感じですか。相当奥っすね。あらら、どう生えてるかも分からん状況っすよ。さっき誰かがかけら破片みたいなの持ってましたけど、今ちょうどこれ見えてる。どこ行ったかな、かけら。いや、ちょ、かけらどっか誰か持ってっちゃったな。あら、いや、これ1個でこれやと多分本気で掘り出しても何時間かかるか分からんんですよ。これが土が硬すぎて。今日は園芸事業部さんの方に全て任せて僕らは撮影に専念しましょう。いや、これでもやってもらうの多分掘られへん終われへん、この掘りが。この状態まで多分30分以上かかってるから、ここに来るまでに。これはね、竹の根やね。周りの竹の根が侵食してきてる。それでは園芸事業部さんにここすべて任そうと思いますので、はい、あとよろしくお願いします。お願いします。もうこれ以上下はないやろ、さすがに。と思うんですけどね。折っても同じぐらいやろ、同じ長さぐらいちゃう。入らんしな、これ。あ、やってもだ。削ってもだ。こっちからの角度怖、見えへんし。そいつ相当でかいですね。あ、行こう。こんなか。お、行きましたね。おお、出ました。これだけ30分じゃない。それを言っちゃうですよこんなにめちゃくちゃ綺麗。綺麗。こんなにめっちゃ綺麗ですよ。金と同じぐらいの価値ないともっと取られへん。なんていう意味でしょうか姫神も姫神も何回言わせ、ね、無事作業が終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の収穫物はこちらです。姫神芋と、あとはムカゴっていうのが取れました。このムカゴっていうのが蒸したり揚げたりすると美味しいので、ぜひちょっと調理をしてみたいと思います。まあ、本題に移りますけど、使った道具それぞれちょっと感想を教えていただきたいんですが、お願いします。はい、まずはこのショベルですね。大枠を掘っていかないといけないので、こういった大きい道具でどんどん穴を掘っていくっていう作業に使います。あとこの芋掘りバールですね、はい、まあ、一応大と小っていうになってます。千吉金ブランドで、まあ、国産でしっかりしてますんで、ガン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 掘ってもらっても折れることなく治療してもらいます。はい、であとは細かいところをまたちょっと紹介していただきましょうか。はい、続きまして、先ほど紹介があった通り、こちらのバールでざっくり周りを掘った後にですね、こういったバチグアで細かく砕いていったり、細かいところの掘る作業をしていきます。もう一つはこちらのピッケルを使って、
同じように細かいところを掘っていきました。非常に役立つアイテムです、はい、で最後ですが、こちらの移植ゴテを使ってさらに細かいところであったり、雲の三つ股に分かれているところを掘ったりして砂をかき出すのに便利でした。はい、ありがとうございます。またどん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 野菜育てるんで手伝ってください。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録もお願いします。さよなら。今から姫ガミーモを使って何か作りたいと思います。はい、完成しました。姫ガミイモを使ってイカ丼を作りました。あとムカゴが取れましたので天ぷらにしてみました。完成です。